A さん、おはようございます。おはようございます。今日はどちらにいらっしゃってるんですか？長崎県の長崎県営球場に来ております。今日はこれから和田投手の自主トレに参加していきたいと思ってます。和田選手の自主トレっていうのは、ネットとかニュースですごいきついと聞いていて、今とても不安なんですけど、学べることっていうのがたくさんあると思うので、いっぱい吸収して学んで強くなっていきたいと思います。頑張ります。6分間走きついです。その前にいろんな刺激をしてるんで、なんかもう体がすごいことになってます。であと1セットなんで頑張ります。暑い。どうでした？いやきつかったです。でもなんとか3周目標にしてたんで、2セット目の3周いけたんで、自分に勝ちました。まだ走るそうでした。よーい、スタート。1、2、3、4、5。見てたことあります？ぜひ。カットは俺は左のインコースになります。左のうちにもカット投げたら、これがこういう感じにしたら結構です。近本さんによるとこっちのツーシームいいから、力入ってくるのがあったらもうちょっといけない。すごい。おお、これはすごい。思わず避けちゃう。うわおおおおおめっちゃ伸びた。はい、OK です。おー、じゃあ僕、伝えていきます。スライダースライダー全然回ってないですけど、今年初めて投げたスライダー。ありがとうございます。こういう感じですか？はい、あーって投げてもじゃないけど、もう全部つけちゃいます。え、全部つけて、もうつけて、あーでこうやってこう、あ、結構ここが2本で支えて、あ、2本で支えてで回転が変わった。ビーンのこの角に乗せるって意味。あ、乗せるって。
こうやって投げる、はい、練習します。ありがとうございました。ありがとうございました。もう大体立てます。この真ん中だけで立てる。これでどんな押し出すのか、はい、私は2本なんですけど、ナックルめちゃめちゃ上手だよ。肩壊れてもナックルできるんじゃないかと思って。ナックルだと。すごい。おお。おお。おお。シュッシュッってなってる。シュッって。ああ、でも今に感じあった。スルーある。スルーある。投げてます。おお。おお。ここから見てても気持ち悪くわかる、ね。取れないんだったら打てるわけない。取れないで打てるわけない。バンさん、バンさんのウェイトやで。おぉ、ここまで来てから見ますね。投げるのが難しいからストライク投げずに取らないですよね。おぉボールとか見てて、本当に無駄な力がないというか、その投げるときも結構あとここを意識して投げる。ああ、引き上げるときにもここで上げるんじゃなくて、この地面を押す、この押して体幹のこの辺、ここで上げるようなイメージなの。こっちでここを使ってこうやっていくとやっぱりこうなっちゃうの。カーみたいな感じでこうなっちゃうんじゃなくて、お腹を上に下を押して、キュッと上げるとまっすぐこういう感じで足が結構上に上がるんですよ。これをここで上げようとすると、これも上がらない。あ、どうしよう、こうなっちゃう、こっちが引いちゃう。じゃなくて、お腹のここだけでキュッと上げるとキュッと上がるから、もう普段ここまで上げないけど、だから投げるときにもこうやって、ここから上げるときにもここでこういくとこうなっちゃう、うん、じゃなくてこうやってあげると、こういう感じ。ここのイメージを、ここと、さっきのこことここ。これがペッて働けば、こうなるから。こことこうなんだ、結局こう。そう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 。そうそうそう、これ上がるでしょ。確かに。ここを、まずここを。そこが大事です。ああ。上でしょ。はい、よく、ここでこう。さっき、なんでお尻ってここで使うんじゃないかったら、骨盤ってどこイメージ分かる、どこ辺のイメージ、骨盤って自分のこっちはここです、どこまでこうやって触ってみて、そう、みんな結構ね上を触るじゃん、はい、なんか骨がこう出てるところ、そう骨が出てるところが骨盤一番上なんで、ここじゃなくてここ骨が出っ張ってるでしょ、はい、ここもそうやってもっと下と、それがそれがそれぐらい、骨盤ってここにこうあるんで、そうそう、ここについてる、ここだから、ここだと、もうほぼお尻なんで、骨盤がここにこうあって、ここ持っちゃうと、骨盤ってここ何もない、お腹はい、この辺なの、そうそうそう、その辺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 、ポケットがそうだ、ポケットがあるところ、あるぐらい、そうそうそう、そう、だから、もうここ、この骨盤が、だからこう、こうするときに、これが、こっちの、そう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 、わかる、そう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 、その後背中反らないでしょ、はい、全然違う、骨盤をここにするとこうなっちゃう、これ反っちゃう、骨盤下にしてこれ反らないでしょ、すごい、ね、骨盤のイメージはやっぱ上すぎる、上だからここだから、じゃあしっかり入れなきゃいけないってなるから、ここで入れようとすると腰反らない、入れない、入らない、でも骨盤ここにイメージすると下だから絶対後傾するじゃん、後傾したら絶対そうそう腰反らない、骨盤のイメージ、ここのイメージで、足もここで上げようとするじゃなくて、ここで上げたら絶対力入る、うん、投げるイメージをもっと、足が長いイメージじゃなくて、長いイメージなんだけど骨盤が下だから、この辺、この辺、そう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 、この辺、ちょっと ここをスライドさせていくイメージ、そう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 、全然違うかもしれない、
そう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 。そうやっていくとここが安定するんで、こっちがもっと楽になるから。そうなると腕がもっとこう上がってくる。これをこう回すんじゃなくて、こういう感じ。そうそう、それで体残して。そう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 。体だけをこっち側を例えば、そうそう、止めて、止めてこっちだけ動かすんで。それをそう、これがこうなっちゃうんじゃなくて、これをこういう感じで。こっちが上がっていくと、今度はこっちが下がっていく。そう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 。そう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 。そうすると体の中心で回ってるのが分かる。で、ま、前行かないでしょ、はい、前行かないってことはこうならないから腕が離れないってことは、こうなっちゃうと離すじゃん、ここなんて。でもそれがここで回ることによって感じの回るから、腕がここまで回るから離すじゃん、前に。そう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 、ここでここまで持てる、はい、でそれで前足がぐっともっとこういけば、もっとさらに前に。で、そうそうそう、ここで離せる。はい。そうそうそう。すごい。で、離す。そう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 。だから、投げるときに、こう回すんじゃなくて、これをこっちがね、こういう感じ、こっちがいけば、こっちは下がってくる。骨盤の扱い方って、こうじゃなくて、こう回す。こっちが下がる。こっちが上がっていけば、こっちは下がって、中に下がって、こっちに下がって。そう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 、前行っちゃうから、これをこっちを引けるっていうイメージ。そう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 。で、ここまで回せました。そしたらここから、このここで例えばこうできる。そうそう、この回した状態からそう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 、体重前に乗る。この感覚を身につけてもらったら、多分もっといい球が投げれると思うし、コントロールが良くなると思う、うん、で、それを使うためには、ここと腰がしっかり引いた状態で、うん、で回して、バンってこうと、その勢いで回転して回るから、だから体はこうなっちゃう、離れる。それをこうしちゃう、だから肘が痛くなる。スピードが出ない。なので、グッてここまでこっちちゃんこで回せば腕が残るから、あとはもう体幹でパパンって出ます。そう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 。で、そう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 。連動連動連動。全然違う今使ってる。そういう連動の仕方、はい、イメージ。はい、パッてパッて離す。パシーンって飛んでるじゃん。はい、このイメージはこっちに置いといて、こっち、ね、こっちボンボン持って。ぐーっとこうで引っ張られる。でそれを耐えられなくなって解放して投げる。こういうイメージ。投げ方こう伸びるって、伸びたやつをパンって戻してあげる。それを伸ばさずにこういっちゃったら、壁作ってこういっちゃったら伸びないから、こうなっちゃう、うん、スピードも出ないし、コントロールも良くないし。それを伸ばしたやつを耐えるのが耐えた。でその伸ばしたやつ、体幹をパワーで解放してあげるのがお尻の力。スイッチが欲しい。で伸びたやつをちゃんとこれ分解されないようにグッてここで耐えるのが体幹、つなげてあげるの。下半身からパワーをつなげてあげるの。だからそれが合わさるとしっかりバシンと前に、はい、それができれば、あとはあ、じゃあ私はここを鍛えないといけないな、ここをもっと強くしないといけないなって自分で分かってくる。そこだけはしっかり使えるように、まあ、全部ジャンプもここは全部連動させる動きしかしてないんで、こういう動きです、うん、これだ腕だけでやったら意味がないし、うん、ここからだからお尻からのパワーで体幹耐えてグッて上げるっていう、結構全部つながってるんで、でそれ使ったところで走ってもらって、でそれでキャッチボールとかバッティングにイメージするっていう、まあ、そういう繰り返しなんで、イチローさんとかモデルさんのあり方ってすごい綺麗です。確かに、これは多分こうやって、ここがしっかり入ってる。ここ入んないのあると、こうやってこうやって。だからそこをイメージしても、ここを入れた状態でここ入るから、歩くときの姿も変わってくるし、ランニングしてるときの姿も変わってくるし、投げるときもこうパッ勝手にパッと上げたらここに入ってくるから。から全部の動きが変わってくるから、日常生活。ストライクゾーンって、大体9分割って言われてるんですよ。
試合とかのバッターが立ってる時も実際に9分割をイメージされてますか？初球は僕はもう2分割もう外か内かどっちか、で、2ストライク、1ストライクだったら4分割枠を、だからそうしないとやっぱりファーストストライクが欲しいじゃん、どうしても、うん、それを最初に9分割するときつきつになっちゃうんで、もうどっちかに入ればいいやん。しかも初球から振ってくるバッターって限られてくるんで、だからもう取っちゃえばいいっていうイメージ、どっちかで。例えば外の方が苦手だったらもう外の方に1球入ればいいし、内が苦手だったら内に1球入ってくるといいし、みたいな。それがボールになってもいいやってっていうイメージで僕は投げるんで、アバウトです僕は。きつきつに投げないです絶対。ここ投げちゃうと逆に追い込んでからきつくなっちゃうんで、もうこのもう例えば真ん中でも低めに行けばいいやっていう感じ。もう2分割にして投げて、ワンストライクだったら振ってくる可能性が高いので4分割ぐらいにして高めに投げるか低めに投げる。僕は追い込むとこの4分割に外に枠が1個できるんです。僕の9分割ってイメージ全然ないです。多くても4分割、はい、だからプロの方って結構ビタビタに投げてるイメージある、うん、4分割の中の一番ここに投げればいいやっていうイメージだから、うん、これを9分割にしてこのマスにここに投げないといけないって結構きついから、これぐらいの中のここだったらなんとなく、まあ、ここ行ってもいいやっていうイメージで投げちゃうんで僕は、うん、ちょっと気が楽だった。はい、だいぶ、はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。たくさんのメニューが豊富だなっていうのと、結構もう下半身やばいです、うん、まあ、こうやっておにぎりだったり補食がすごい充実しててめちゃめちゃ美味しいです。同じく体バキバキです赤いチューブちょっと長めのあるんですけど、やってみてピッチングにつながるイメージもあるので、みんなと同じなんかものつけて一緒に練習するっていうのもやっぱさらに特別感というか、すごいね、恐れ多いですけどすごい嬉しいなんか時間にもなりました。すみません、ありがとうございました。